マーク・ディ・ハウザーは、アメリカの進化生物学者。元ハーバード大学人文化学部、心理学科教授。人間や類人猿に特有と思われていた、認識能力が猿にもあることを発見し、進化生物学、認知神経科学のカリスマ的学者だった。2010年、論文における不正が発覚し、2011年、ハーバード大学を辞職した。 ペンシルベニア州のバックネル大学から学士号をカリフォルニア大学ロサンゼルス校の著名な動物行動学者ドロシー・チェーニーとロバート・セイファーの下で博士号を取得した。その後ミシガン大学のリチャード・ランガムの下でポスドクとして研究を行う。2008年のワールドサイエンスフェスティバルでのマーク・ハウザー。左からニューズウィーク氏のジョン・ミーチャム、マーク・ハウザー。 科学哲学者のダニエル・デネット、神経科学者のアントニオ・ダマシオ、神経哲学者のパトリシア・チャーチランド1992年にハーバード大学の助教授として職を得て、1995年に准教授、1998年に38歳で教授に昇格した。ハーバード大学で心理学教授、個体生物学、進化生物学教授、 生物人類学教授を務め、精神、脳、行動プログラムをエリザベス・スペルクと共に共同で運営した。また認知進化研究室の室長、神経科学の非常勤教授などを務めた。その他に、アーベン・デボアと共同で人間行動クラスを受け持っていた。このクラスは30年前にデボアとロバート・トリバースによって始められ、レダ・コスミデス、ジョン・トゥー・ビー、 サラ・ハーディなどの著名な進化心理学者が講師を務めていた。ハウザーの研究は、進化生物学と認知神経科学の境界に位置し、認知能力の進化のプロセスの理解を目的としている。彼の観察と実験は、人以外の動物、及び異なる年齢、精神的能力を持つ人へ向けられている。また動物行動学、幼児の認知発達心理学、進化生物学、 認知神経科学、神経科学の手法と理論的な洞察を積極的に取り入れていた。彼の関心は言語の進化、道徳的判断の政徳的基盤、数学的概念の進化と発達、経済的専攻の比較研究、音楽能力の進化、知覚能力の政徳的基盤である。200法を超える論文の他にワイルドマインド、動物が本当に考えていること。 モラルマインド、どのようにして自然は、善や悪の普遍的な感覚をデザインしたのかなど、一般向けの著作でも知られている。しかし、ハーバード大学を代表するかのような、若く著名な教授に、2010年、論文における不正が発覚し、2011年、ハーバード大学を辞職した。1960年代、米国、中連大学のゴードン・ギャラップは、 鏡に映った自分を自分と認識できる能力で動物の知能を測る方法を考案した。これは共造認知、自己共映像認知能力と呼ばれている。ちなみに、人乳幼児では2歳前後に鏡や写真に映った自分を自分と認識できる。1970年、ギャラップはチンパンジーに共造認知能力があるが、猿にはないと報告した。その後、 2014年10月の現在まで、チンパンジーなどの類人猿のほか、イルカ、ゾウ、カササギなども共造認知能力があるとされている。しかし、類人猿以外の動物での結果は、追試実験が不十分と考えられる面もあり、専門家の間では論争になっている。猿ではどうだろうか ?1995 年、ハウザーは猿の一種であるワタボウシタマリンに、 共存認知能力があると発表した。ニューヨーク州立大学オールバニ校の心理学教授に移籍していたゴードン・ギャラップはハウザーの発見に疑問を抱き、ハウザーが実験で撮影したビデオ録画を調査した。私がハウザーの実験ビデオを見ても、そこには科学的であろうとなかろうと、とにかく鏡に映った渡シタマリンが、渡シタマリン自身を認識しているという彼の、 結論に納得できる映像は、どのボ防したマディンにも見出せなかったと述べている。ギャラップが、残りのビデオ録画見せてくださいとハウザーに依頼すると、ハウザーの返事は、ビデオは盗まれてしまっただった。1997年、ギャラップはアンダーソンと共著で、ハウザー論文に批判的な論文を書いた。その論文には、ハウザーの論文では、認識の基準が不十分である。 自分たちの評価では、チンパンジーや他の大型類人猿が共造認知を示す時に見られるようには、渡防シたマリンは共造認知を示す行動をしていないと述べた。1997年、ハウザーはギャラップに反論している。2001年、しかし、ハウザーは、その後、自分たちの実験が追試できないので、以前の結論の証拠が得られないと発表した2007年。 ハーバード大学はハウザーを科学における不正行為の権威で内部調査していると発表した。2010年8月20日、ハーバード大学のマイケル・スミス人文科学部長は3年間の調査の結果、8件の不正研究を見つけ、ハウザーに単独責任があると発表した。3件は出版論文、5件は未発表の研究だった。2011年7月、 ハウザーは、ハーバード大学を2011年8月1日付で辞職すると発表した。2012年9月、米国政府機関の研究構成局は独自の調査により、ハウザーの研究には不正があり、一つの研究で捏造、複数の実験で改ざんが見つかりました。それらの研究は、以下の政府研究費の援助を受けていましたと発表した。 ボストングローブ氏の2012年9月5日の記事と2014年5月30日の記事研究構成局の2012年9月10日の通達を中心に英語版ウィキペディアなどの情報をおかみすると以下のようだ。ハウザーは6件の不正研究を単独で行った。そのうちの主要な不正を以下に示す。ハウザーは2002年のコグニション誌の論文でデータを捏造した。 ハウザー、MD、ウェイス、D、アントマーカス、G、ルールラーニングバイコットン、トップタマランズ、コグニション86、B15B22、2002。その論文は、音節パターンを学習する猿の認識能力を研究したものである。彼は猿に特別な音節パターンを聞かせる実験をし、結果を図に,にまとめた。音節パターンは、 三連の音説で、例えば、イロハにならせた14匹の猿に、今度は、イハロを聞かせ、イロハと区別できるかという実験である。しかし、実際には、後半のイハロを聞かせていないにもかかわらず、聞かせたとするデータを捏造し、捏造した結果を図にとして発表した。この論文は2010年に撤回された。二千五年の論文では、元データでは測定値がバラバラだったが、 統計的に優位な数値となるようにハウザーが5点のうち4点を改ざんした。2007年の論文、ハウザー、MD、グリーン、D、ウッド、J、リース、モンキーズ、コレクトリーリー、ドザ・ゴール、レレベント・ジェスチャース・オブ、A ・ヒューマン・エージェント、プロシーディングス・オブ・ザ・ロイヤル・ソサイティ B ・ B274、1913から1918、2007は赤毛ェザルが、 人間のジェスチャーを理解できるかどうかの実験を行ったが7つの実験のうちの1つの実験方法と結果で改ざんをした。人間がエサ箱を指で刺すと猿が近づくかどうかの実験である。結果の改ざんは43匹のうち31匹が近づいたと書いたが実験記録には27匹しか近づいていなかった。実験方法の改ざんは全部 ビデオ撮影したとあるが、実際には30匹分しか撮影していなかった。改ざん前の元データでも統計的優位性はあるのにどうして改ざんしたのだろうか。2011年に訂正論文をプロシーリングスロイヤルソサイティ B278-58 から159-2011に発表した。ハウザー自身は上記の不正研究について認めていないが、 否定もしていない。ただし、研究構成局が提示した任意和解合意を受け入れ、2012年8月9日から3年間、米国政府保健福祉省公衆衛生局関連の諸事業に一切関与できないことを了承した。このことから実質的には不正研究を認めたとされている。ありがとうございます。